たいところはありますし、またあの町田の方はそれを出させないようにしなきゃいけないですよね。さあクロスが入ってるヘディング、おー先制 FC 町田ゼルビア。先ほど足を痛めた7番の吉田真希とのヘディングシュート。立ち上がりアウェー町田がネットを揺らしました。痛みをこらえてピッチに入ってきた吉田、大仕事をやってのけました。いやちょっとですね、これ横浜 FC が受けた感がありましたよね。でなんといってもここのレアンドロ・ドミゲスのところでボール奪えたことが一つ大きいのと、それからこのクロスに対してのこの吉田の入るタイミング、やっぱり、まあ、中島いいボール入れるのは、まあ、当然分かってました。